おお。これ水分入れたこっちにした。開けてもちょうど。水分入れたらすぐ臭く。うん。これすごか。妙に甘みがもうちょっと足らんかった。もうちょっと甘み。うん、で、俺ちょっと塩辛言うたな、おいちょっとね、じゃあ思った言うたやん。なぜ言うたか、いや、言ったまあこれ、早いことね、外しとこやっぱこんなもんやったらできない、うん、完璧に手を洗うてる、うん、サザンタは間に合わんで途中だけしか、え、どういうこと？サラダ用意したもげんよ。うん。これしよったら。うん。ええよ、しゃあない。サラダもちょっと無理だ。うん。鉄道作ったんで。ご飯ができちゃうかどうかの問題、うん、いや、硬そうでもない、わからん、うん、よかった、きれいにできちゃう、うん、水加減あれでよかったよね、やっぱり、うん、よかった、うん、これで手につける、うん、塩、うん、塩つけるんやね、だってピロロがなんとできんやろ、はい、すいませんでした、いらんこと言いました、いらんことでもない、塩がある、塩がある、これ湯がええんやけどね、水じゃない、うん、段取りを、はい、ありがとうございます、うん、お願いします、モバイキングしてないとね、それだけあるから、うん、あれあんまり過信せられんでね、さっとみんなが続いて、何の話、蛇口、うん、過信せられぬ意味がわからん、こうやって中へ包んで、うん、こうやって、うん、
これが好き言うてね、ひろあきだから春菜全部これやって、うん、でこう転がしてくる。明日お弁当がいらんけん、明後日行かないけん、買い物行かんでも、うん、おばあちゃん、行く、明日、うん、明日です。外巻くやつも作ってよ。全然できんよ、もうそんな暇がないから言うてあげようか。ねばくたかなね、上くっついてくれません、ここの上。あ、その小豆自体ってこと。そう、もっとお砂糖入れて、ほんで全然作り方が違うの。あ、そうなんや。ほんでそんなに柔らかくしたらこう中へ入らんしね、うん、二通りに炊かんとね、そんなに。あ、そうなんや。できません。そらすいませんでした。分かった。自分がやってみたら分かる。うん、これあったかいうちにこうつけとかなつかんなくてね、うん、ひろあきくんも春菜もこれやったら食べるの。うん、上塗ったら食べんか。うん、でこれはこれやり、もう一回ちょっと塩くてみる。上手に食べてる。うん、自分ながら褒めよう。大きいね。うん、2つ分ぐらい。サージは持ってきてね。うん、これちょっと平らにしてくれん。もうちょっともう全体をつくよ。うん、おしがねか。こうやってやってくれたらこのままやっていける、ね、なんで？もう痛い。そんなに熱い？これきな粉はどんなきな粉がええとかある？これは有機栽培がええやろ。有機栽培？日本国産は。どんぐりこれ、どんぐりこれ、これをね、ちょうどこれが残らんようにせないかんのやけ、考えもってやるよ。